So you have to consider all environment. Yes. It is not determined only.量子コンピューターがちゃんと動作しているのかどうかを確認するためにシミュレーターを作っています。私はそもそも量子多体問題っていうのが重要になる物性物理の研究分野で研究を行ってきました。で、この量子多体問題を解くためには量子状態っていうのを扱わなきゃいけないんですけど、量子コンピューターを利用するっていう方向も最近になって検討が始まりました。量子コンピューターのアイデア自体は1980年ぐらいに始まって、それが最近になって本当に量子コンピューターの原理に基づいた計算機っていうのが動くようになってきた。現在量子コンピューターっていうのはノイズが大きいということで、正しく動作しているかどうかっていうことを調べるために古典コンピューターを使ってそれをシミュレートするっていうのが重要であるとなっています。で、そこで我々は量子コンピューターをシミュレートする計算コードっていうのを開発しています。富岳のような従来のコンピューターのことを我々は古典計算機と呼んでいます。古典コンピューターっていうのは0か1のデジタルなんですけど、量子コンピューターは全く違う計算原理で動くものなので、パソコンと同じことができるかっていうことなんですけど、できることも違う。で、もう一つ大きいのは量子ビットって呼ばれるものから構成される計算機になってまして、その量子ビット上では重ね合わせの原理って呼ばれる非常に大きなベクトル状態を扱うっていうことができるようになります。ただし本当にでき始めたばっかりなので、エラーコレクションっていう性能が備わっていない。で、そのせいで非常にノイズが大きいんですね。で、それと扱える量子ビット数も限られていて、現在では数百量子ビットぐらい、それでもすごいんですが、古典計算機のビット数と比べると全く少ない数しか扱えない。で、そういったことでノイズインターメディエートスケールクォンタムの頭文字を取ってニスクデバイスと呼ばれてます。で、ニスクデバイスっていうノイズが大きい状況で思った通りの計算が行えているかどうかっていうことも非常に疑問があるわけですね。で、それを確認するための方法として量子状態を扱うためにテンソルネットワークという方法を用いています。テンソルネットワークっていうのは、一言で言うとすごい数の棒が出てるテンソルっていうのを分割してしまって、小さいテンソルがネットワーク構造を作っているものとして定義しております。で、こちらはなんか量子状態を表す式なんですが、こんな風に棒が出てるところに一つ一つシグマ0の値、シグマ1の値っていうのを割り当てることでテンソルとして見なすことができるわけですね。で、このテンソルっていうのはその足の数が0から L って書いてあるのは量子ビットの数でして、これが L 本出ているものを用いて量子状態っていうのを表すことができるということになってます。で、問題点はですね、この本数が2個あると、例えば1つの状態が2状態ずつ取るので 2×2 で4状態、3個あったら 2×2×2 で8状態というふうに2の L 乗に比例する状態を扱う必要があると。で、そういった大きな状態を扱う必要があるという点が非常に計算を困難にしているところです。例えば量子状態に表現するのに必要なメモリっていうのを比べてみると、量子ビット数が10個っていう時には非常にちっちゃいですね、 16.4KB とか、そういったもんでいいんですけども、50量子ビットになるともうこれ18ペタバイトまでいってしまいますので、これはもう富岳の総メモリを超えるものになっていますので、古典計算機では現状計算できない領域になってくるわけですね。で、したがって我々はある種の簡単化をすることで計算を行うっていうことをやっています。で、それがテンソルネットワーク法っていう方を利用するということになります。で、目的はですね、やはり量子コンピューターをシミュレートするものを作りたい。
特にこの50量子ビットという壁を越えたいわけですね。つまり現状では100量子ビットあるものが実現してしまっているので、それより大きなものをシミュレートするシミュレーターが現状必要なわけですね。で、通常はその1次元のテンソルネットワーク法っていうのに対して精度が良くなるような方法っていうのが考えられてて、それは逐次的に計算しなければならなかったんですが、我々はこれに対して並列的に計算できる方法っていうのを開発しました。この方法ではそれぞれ異なるゲートを一気にかけるっていうことをやるっていうのが新しい計算手法になってます。で、これはそもそも富岳を用いればこういったものが効率よく計算する方法があるっていうふうに分かりまして、一応こっちの方向でやっていきたいと考えてます。まあこれも先のことになるとは思うんですが、量子計算機とテンソルネットワークっていうのが、まあ、非常に近い表現になってますので、そこのところがどんどん融合していって、例えばそのテンソルネットワークを量子回路に変えたりとか、まあ、そこの変換っていうのができていくんじゃないかと思ってます。で、もう一つは機械学習の方面にもまあいろいろできる部分があるんじゃないかっていうのはあります。ただ最終的にはやっぱり物性物理の、解けなかった問題っていうのをやっぱり解き直したいというのがあります。一番面白い展開としてはもちろん、まあ、夢でもありますが、量子計算機と固定計算機がそれぞれの得意なところのタスクを割り振って一つの何かをするっていう量子固定ハイブリッド型の計算機で、それを用いて物性物理問題を解きたいというのがありますので、それが解きたくて始めたんだけど最後には戻るからっていうふうに